初めにも述べましたようにね、対抗説はどんな時なんでしょうか。今日の福音書を見ますと、ヨハネとそれからイエス様の証明、自分の生涯の使命が開かれる、その福音が出てきました。ヨハネはイエス様を準備する人、イエス様は聖霊によって私たちに洗礼をおさせてになる方です。聖霊ですから、今までのものを全部燃え尽くさせてしまって、全く新しい人間に生まれ変わることです。私たち洗礼を受けてるんですけれども、前の価値観を引きずったまま、その価値観の油でまだ生きている人がどれほどいるんでしょうか。私も含めて、そこを気をつけなければ。私たちはイエス様からもう前の価値観は全部燃え尽きさせられて、新しい価値観で生きている人だということ、これを自覚すること大切です。それから話はちょっと変わりますけれどもね、5月はマリア様の月でしょ。そしてマリア様の月は10月もあるわけでしょ。10月はロザリオの月と言います。でこの2つの月をマリア様の月と思ってるんですけれども、本当に天霊的に最もふさわしいマリア様の月は今なんです。大降雪ですよ皆さん。それは時が満ちてマリア様が男の子を産むまでの物語です。でこの意味の中に、この短い言葉の中に、もうすべての私たちの使命が入っていると言われます。アウグスティヌスをね、改心させたアンブロジオという司教様がいました。でその司教様がね、私たちに向かって言ってる言葉ですよ。私たちはみんなマリアにならなければならない。しかし誰もマリアになりたくない。この言葉皆さんどうお聞きになりますか。マリア様にならなければならないのに、誰もマリア様になりたくないそうです。皆様いかがでしょうか。マリア様の使命でした。恩子を宿して、それから世にもたらす、つまり降誕を待ち望んだマリア様がなさったことはね、もう一番大切なことです。これ覚えておいてほしい。自分の思いに死んで神様の御旨の実現を望んだことです。自分の思いに死ぬ、これが一つです。それは何のためですか。神様の御旨が実現するため、この二つのことをなさってるんです。なぜ自分の思いというのをそんな毛嫌いしなければならないんでしょうか。自分は自分なのに、皆さんそう思いませんか。しかしある人が言いますよ、人生の二大不幸は、一つは強制されて生きることだそうです。もう一つは同じように自分本位に生きることだと言います。この自分本位に生きるというのは自分の思いのことですよ皆さん。なぜ自分というものをこれだけ注意しなければならないか。人間の本性だそうです。人間の本性というのは自己保身と自己中心性だから、神不在の世界の中ではもう自分本位に生きるしかないんです道が。そのために私たちの世界どんな世界になるかといいますと、勝ち組と負け組の二極化がもう全ての時代になってしまいます。そして勝ち組はいいですよ、自分たち住みやすい世界ですから。しかし負け組の中に組み入れられた人たちはもう息もできません。生きることがもうできなくなるんです。今その人たちの問題がもう本当に深刻になっています。対抗説というのはだから、私たちキリスト者がね、一人一人、私たちキリスト者と言っていますから、
キリスト者がマリア様に倣って自分のうちに主イエス様を宿して、そしてそれを世にもたらす、こういう証明を受けている。それは形を変えればね、マリア様と同じように神様のお告げの時だと言ってるんです。神様のお告げをあなたが受けた時です。だからどう返事をしますか？フィアット、その通りになりますようにというのか、いえ神様ちょっと待って、それどころじゃありません、私は自分のことを忙しいんです、これが私にとって大事なんです。ある幼稚園でね、私たち経営している幼稚園の一つですけれども、園長がね、朝挨拶のために門のところに立って、子供が入ってくる時に挨拶してるんです。おはようございます、おはようございますって言ってるのに、子供が一人入ってきた子供がね、おはようございますって言ったら頭を砕いて、それどころじゃないって言った子供がいたそう でバスから降りるときに頭を打って、もう痛くてたまらない子供だったそう でそういうふうに、私たちどんなに大事なことであってもそれどころじゃない都合というのはそれぞれ持ってるんです。やっぱりでそういうものを持っていたら、どんな身胸やと何とかって言ってもやっぱり人間弱いんです。自分の都合をやっぱり優先してしまうんです。それどころじゃない都合のために。ですから今神のお告げの時だと言われていても、私たちはどのように返事ができるでしょうか。そういう心の準備がなければ、この対抗説の準備ができないでしょうね。おそらくそのために私たちは神様の御心がこの地でも行われるように、天にましますの中でありますね、地でも行われるように、他ではないマリア様になって、マリア様になるんですよ皆さん。そしてピアットと言えるように、その通りになりますようにと言える返事をできるように、マリア様になって自分自身、つまり自我の殻から脱皮しなければならない。昆虫がね、脱皮を繰り返して成虫、美しい蝶になっていくように、さなぎのままで脱皮できなかったらこの蝶はもう蝶になれないんです。しかし人間でもね、この脱皮を、人間の脱皮って何でしょうか。だから自分の思い、自我から脱皮しなければならないと言ってる。でもこれがやりたくなかったら、私たちは脱皮しないままの人間になってるわけです。脱皮しないままの人間でキリスト者と言えないんですよ皆さん。キリスト者というのは、人間の本性が私、自己中心と自己保身と言いましたね。キリスト者というのはこの自我から脱皮して神様の御旨、他者のために生きるようになることがキリスト者の本質だと言われているんです皆さん。ですから洗礼は受けたわ、ね、イエス様の聖霊の火によって新しくされたにもかかわらず、結局脱皮できないでいる人は前のまんまでキリスト者を生きようとしている。でこういうキリスト者に出会ったら、他の人たちはその中に神様を見るでしょうか。見られません。自分の、あなたの自我しかないわけです。ですからキリスト者というのは大きな課題を持っています。その最大の課題が自分の自我からの脱皮なんです。ところがですよ、この自分の自我、自分の思いと言ってるんですけれども、それができない人もいます。やりたくない人も多いんですけれども、これがやりたくてもできない人もいる。どんな人ですか皆さん。ものすごくこれはエネルギーのいることですからね。エネルギー不足の人、それから前に私ここでお話したと思います、首輪をかけた犬の話覚えてますでしょうか。確かここでやったと思います。テレビを見てましたらね、ある娯楽番組でしたけれども、タレントがね、課題を言いつけられて、その課題を果たさなければならない。ある2人のタレントが課題、あの果たすあの
言い渡された課題は、野良犬が、凶暴な野良犬がいるんです。近づくこともできません、凶暴で。もう噛みつかれても大変になってしまいます。その凶暴な犬をなだめて、おとなしくさせるというプログラムなんです。なぜ凶暴かと言いますと、その犬は子供の時に捨てられたんですけれども、首輪をされたまま捨てられたわけです。どうなります？成人、大人になっていくにつれて、その首がもうどんどん締まっていきますよ。こんな、もうパニックになります、これ。こんな犬、凶暴になってしまった犬をね、なんとか首輪を外して、おとなしくさせようというプログラムでした。もう考えによったら、ものすごいいい番組でした、私にとって。どうするか見てたら、1ヶ月ぐらい試みるんですけど、近づけません、その犬に。決して凶暴で。そうでしょうね、おそらく。ところが1ヶ月もしたら、なんとか接近することができるようになった。そしてある瞬間にね、その首輪を切ったんです。そうしたらその犬はね、人間が与える餌を食べるようになったんです。で、餌を食べるようになったら、もうだんだんおとなしくなっていったんです。みるみる。私たちがもしね、こんな首輪をかけられるような、そんな状態に置かれたままこの教会に訪ねてきたとしたら、どうなりますでしょうか。どんなに洗礼されても何しても、首輪を立ってあげないとダメでしょ、やっぱり。だから私たちの中には、もう本当にどのように生まれて育ってきたのか、その環境の中でね、首輪をかけられたような状態の人がどれほどいることでしょうか。ところが皆さんね、そういう人たちにおいては救いがないのか。いいえ、神様はどんな状態からでも救う方です。だから首輪をしたままでも救うんですよ、神様。今日もこの後に許しの奇跡があるんですけれどもね、許しの奇跡がもうつまずいてしまう人もいるわけです。もうそしてできなくなってしまう、国会上の入るのがもうできなくなってしまう。で、国会ができなかったら、ご請託受けられないとかっていう言い方をしますから、もうこの人は教会にも来る意味がなくなって、教会にも来れなくなってしまう。で、毎週教会に来ないともう心がうずくんですね、死んだ人でしたからね。ところがこの人、トラックの運転手で、毎日トラックに乗って仕事に出かけるんですけど、教会の前を必ず通るんです。毎日ですよ。毎日教会の前を通りながら、心がもう毎日うずくわけです。うわ、自分は教会に行きたいのに教会に行けない、また日曜日参加することができなかった、怠ってしまった、行きたいのに行けないんですよ。そして15年間もこれが続くんです、こんな日が。そして15年間も続いた挙句、この人はもう悟るんです。もう自分はもう決して教会に行くことがないだろう、だから教会に行けないから、もう日曜日に1回でもミサに怠ったら大罪だと言われている教会ですから、もう私は大罪を15年間も犯し続けて、もう地獄しかない、だから地獄に行くしかないんだということに気がついた時に、トラックを止めてどっかで休憩しながら、その中で神様に一言申し立てた。神様、悲しいけど私はもう地獄行くしかありませんから、地獄に行きますと言い切ったんです。こんなこと、怖いこと言えませんのに、この人はもうそれしかないから、その道を行くしかない、地獄に行くしかないから地獄に行きます。でもその後一言言った言葉がもうすごい言葉でした。その後何を言ったかって言ったら、この人こんなこと言ったんですよ。地獄に行くしかありませんから地獄に行きます。でも地獄に行っても、神様、あなたのことを思うことだけは許してくださいと言ったんです。そうしたら、その祈りが言い表わないうちに、もうすべての苦しみがもういっぺんに消えて、もう自分は神様から完全に許されているという体験をしたそうです。体験ですからね、この人の。それからこの人は言うようになりました。わしは地獄で神様に救われた、
地獄にいてももう助からないと思った地獄にですよ、地獄でも神様が助けに来たと言ってる。だからもうこんな神様だから、もう神様大好き人間になりました、この人。だからといってね、欠点が全部治ったわけじゃないんです。お酒も好きだし、お酒もよう飲むしね、飲んだら普段巻くし、それでも神様大好きと言い切るんだと。もう私はその人の前にいて、自分は司祭であっても何か一言も申すことができなくなりました。だから皆さん、どんな状態に置かれても失望することがない、その人の心が信仰の心で神様に自分の現実を訴えることができるなら、そして神様の前に心底自分は罪人ですと言えたら、天国の印を持っているそうです、誰でも。だからいかに私たちは心で生きることが必要なのか。今日ヨハネが、ね、洗礼を授けに来ましたけれども、形式で生きている司祭たちや教会の人たちが多いでした。そういう中にあってね、本当に大切なことは心だよと言ってます。どうぞ私たちが心を育てることができるように、信仰を育てるのは心を育てることです。またこの次の話の中でね、私たちが本当にこういう現実の中にありながら、苦しい現実の中にありながら、どのようにして信仰を育てて心を育てていくことができるのか、そういう話ができたらと